セキュロシャドウズダイトワイス。どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はねセキロやっていきたいなっつう風に思ってて、実はねずっとやりたかったんだけど、ダークソウルから刻んでいこうかなって思ったけど、ちょっと今回はセキロから行くわ。最近ねアクションゲーム欲がすごくて、アクションゲームやりてー、グラブルもおもろいんだけど、アクションゲームやりてーって思ってたんで、ちょっと今回はセキロ買っちゃいましたね。ということで、やっていきたいと思います。できるかな俺これ。どうなんだろう。なんか最近のゲームのコントロール、やり方とかも全然わかんないんだけど、ニューゲーム、カメラ操作ノーマル。よし。とりあえずこれで。流血表現はオフ。怖いんでね。なんかね、YouTube って流血表現ダメらしいんだよね。なんでやっていきます。まあ一応セキロは別に完全初見じゃない。俺はね結構RTA 動画とか見るのが好きで、RTA 戦国末期の動画とかは見てます。すべてを焼いた戦火は、未だに勢い。あと漫画見た。死なず半兵衛だ。見てます。一話だけ。怖い。俺なんかもうね、もう痛いって思っちゃうもんな。俺もう痛いって思ってしまう。戦も終わるのか。痛い。俺もうこういう映像見るとマジでね。これあれじゃない？アイアム柳生十兵衛元康。うわあってやつだね。ブンブンブン。敵将田村打ち取ったり。剣聖芦名一心。国取りの決戦であった。痛い。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は、あ、これが赤狼。修行の末、熟達の忍びとなった。ああ、なるほど。あ、こういうストーリーだったんだ。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの。お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあること。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。ほう。よいな、狼よ。でさ、結構子供みたいな感じのやつが出てくるっていうのは知ってる。あー、でもムービーまともに見たことなかったから、俺の知ってる RTA 全部飛ばしてたから、こうやってムービー見れるのはすごいね。へえ、なるほど、こういう話だったんだっていう。24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びは全てを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。
忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。やられてるってこと？ボロボロになってるってこと？白髪になってる。斜陽になったことによって疲弊しきっているが、もう一度立ち上がれっていう感じなのだ。はあ、なるほど。燃えるね。ちょっと動くか。ちょっと操作方法をちょっと練習していい？どうやって動くの？あ、方向キーなんだ。で、丸ボタン。アイテム、×ボタン。丸ボタン。四角ボタン。四角か。か、花。これなんて読むんだっけ？つばき？わかんねえ。何者かによって井戸底に投げられた分、クロードのロ、ん？クロードの狼殿へ、貴殿の宿命、今は月見櫓にあり、井戸底を脱し、向かわれたし、刃がなくとも貴殿ならば、忍び行けばたどり着けましょう。あ、へえ。よいしょ。A ボタンがジャンプね。丸ボタンが？ジャンプ中に壁際で、あ、×ボタン2回で壁切りね。オッケーオッケーオッケー。で、潜んでいく。潜んでいくな。え、こっちじゃなくない？こっちか。あ、ここだ。壁に張り付く。張り付く。張り付くってどうやるんだ？あ、四角が張り付くか。もう一回四角で離れる。壁張り付き中に移動。壁張り付き中に L で端まで移動すると、覗き込みが可能と。こうやって覗き込むことができる。離れて、しゃがんで茂みに隠れたり床下を移動すれば敵に見つからず進む。OK、OK。閉じる。閉じる。閉じるボタンすらわかんねえ。井戸底におるあの忍び。しゃがむ。特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。しゃがむ、これ。大事ない。刀もなく、気力すらない。ああ。やつはもう、ただのふぬけよ。気力すらないと、気力すらないと、言われているが、おおおおおおお、どうすればいいんだ、どうすればいいんだ、うおお、これ確か左側だったのは覚えてる、これ左側だったのは覚えてる、ジャンプしながらじゃないと弓が避けれないというのは覚えている、おお、俺の RTA で培った力、いけー、うわー、わかんない、ちょっと今のどうやっていけばよかったの。ジャンプしないと弓矢が当たっちゃうっていうのは知ってる。弾き、打ち込むバタリーはくじける。崩せないって見る。ちょっともう一回、もう一回出して。これ走りってどうやってやるの？走りは。走りボタンは。まあでもちょっと今ので、一つ覚えたわ。オッケーオッケー。あ、こうやって、よいしょ。張り付いて、次は失敗しない。離れる。で、離れて、よいしょ、しゃがんで、こうね。奥側に行けばよかったんかな今の。ここの、この穴に行けばよかった。しゃがんでいれば床下のような狭い場所にも入り込むことができる。あ、ここね。こっちだったね。で、こっち側の草葉の陰に隠れて、さらに移動と。あそこかな左端の移動は。あ、わかったわかったわかった。ここだ、ここ。よいしょ。で、張り付いてと。あ、ぶら下がってる。怖い。ぶら下がり中にぶら下がり移動を行い、よいしょ。登って、いいよいいよ。で、ジャンプ。で、ここ、ジャンプ、ぶら下がりと。あー、ちょっと慣れてきたね。ちょっと。そう、ここ、ここ、ここ。この穴の上に入るんだよな。よいしょ。ぴょんぴょんと。して、ぴょんぴょんと。よいしょ。こうやな。ここは知ってる。ここまではわかる。RTA でサクサクプレイできるといいんだけどね、見てて。そう、これが主様ね。よく来てくれた。
何を目的としてるんだろう。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。刀ゲット。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。御意。あ、これでなんかちょっと逃げ道を指してピューって笛吹くんだよな。主である竜外の巫女九郎より授かった刀、アシナの諸家である平田氏に伝わるもの。失っていたが再び狼の手に戻った。くさび丸の名には願いが込められている。忍びは人を殺すが定めなれど、一握りの慈悲だけは捨ててはならぬ。その願い、時に刃が組むこともあろうか。はい、話しかけましょう。あ、四角だった。狼よ、はい、傷を負っておるようだな。はい、そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。ありがとうございます。傷薬瓢箪、HP を回復させる薬水の入った瓢箪。休息することで薬水の薬、瓢箪の薬水は再び満たされる。希代の薬師道元、その弟子の一人が作り出したもの。おのずと薬水が湧き出すなれど奇妙だが、そこには種がある。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは、あの世のこと覚えておらぬのか。あ、なんか過去があるんだ。いや、司祭は後にしよう。なんか改正とか言って一回復活できるんじゃん、このキャラ。なんでなのかわかんないんだよね。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、足の歯笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。オッケーっす。アイテムの使用、あ、上でアイテム使用、左右でアイテム切り替え。なるほどね。ちょっと変えてみようか。どうやってやるの。あ、こうだ。上でアイテム使用なんだ。装備メニューを開く。あー、なるほど。使用アイテムは5つのスロットに2のアイテムを。ここで傷薬瓢箪、帰り仏。うん。で、こうやってアイテムを使いたいときに、あー、これで上ボタンを押すと使うことができると。あー、オッケーオッケーオッケー。覚えた覚えた。なるほどね。結構、あー、そういう感じ。こんな音出しちゃダメじゃん。よし、じゃあここから行きましょうか。ここからだよね。え、ここから行っていいの？バレバレじゃない？バレバレじゃん。こっちから行こうよ。普通にこの穴から行こうよ。この穴から行こうよ。え、剣持ってる。おいしょ。こっからおいしょ。どこにあるんだ？マップを。さて、どうにかして抜けなきゃいけないのか、これはもしかして。なんか、なんか、どっかの、どっかのあれで、あらんかな。わからんな。あそこか。いや、いや、攻撃の手段はまだ覚えていないはずだ。
ターゲットを固定して敵に正面する攻撃やアクションなどしやすくなる。戦わなければ生き残れないということか。ならば行こう。おらおらおら、うお、敵が崩れた敵には忍殺。忍びエクスキューション忍びエクスキューション R1 が振りね。 R2 はあ、これがガードなんだ。あー、なるほど。 L1 がガードで R1 が振りなんだね。 OK、 それでは行かせていただきます。おらっ、うっ、うっ。打ち込むバタリでは崩せない場合、敵もいる。敵の攻撃を弾けばその勢いを利用して敵の攻撃に合わせて弾き、おい弾け。あー、おもろ。このゲームこのゲームおもろ。なるほど。おいしょおいしょおいしょ。はい、これできて、ちょっと見てみよう。おい、あ、もう一回来い。おいおいしょ、弾きね、これが。おい、こういうことか。おいしょ、これね。ほう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 、こうやって進んでいくのか。あ、 L1 と攻撃を弾きすかさず切り返し、そうすれば敵に休む間も与えず体感ダメージ。あー、あー、それ、これさっきやったやつか。おい、こういうことね。来いよ来いよ。おい、おお、あー、痛い。おう、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 むずっ。いきなりこんな死ぬの。あー、はいはいはい、結構弾き、今のどうすればよかったんだろう。まあでも覚えた覚えた。よし、行かせていただきます。はい、忍びエクスキューションからの、ほい、攻撃を避けるっていうのも、おっと、こうな。あー、なるほど。 R1 を押しながら、よいしょよいしょよいしょ、それで、よいしょ、2人目、よいしょ、来い、よし、進んでいく。こういうことか。いや、次は負けんよ。おい、おいしょ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 。あー、嘘、振り込みが体感ゲージ、うわうわ、おいしょおいしょおいしょ、おい、弾き、むずいな。うわー、組頭山内重則、一の忍殺では死なぬ強者もいる。だが一度で死なぬなら幾度でも殺せばいい。HP ゲージの上に忍殺マーカーが表示された敵を攻撃するには、マーカーの回数だけ忍殺をすればいい。おいしょ。あー、これで HP を今のうちに回復と。で、おいしょおいしょ、うーん、おいしょおいしょおいしょ、 OK、 とどめ。なるほど、 HP をゆっくりと回復させる弾薬。つらいな、むずいな。ここがこちらから赤の OK、左が、あ、ここだ、ここここ、ここら辺のこの右下側にピュイーってやつがあるんだよ。握り牌、目くらまし、へえ。こうじゃ、こうやって登って、あ、あそこだ、あそこあそこだよ、あそこ、覚えてる覚えてる。どうやってやるんだ、ここだ、降りていいんだ。オッケーオッケー。で、おいしょおいしょ、あれ、どうやって登るんだっけ。ここ外れっぽいな、なんかいるな。ん、ここで登って、ん、こっちから行けへんか。おいしょ、こうか、うーん、違うっぺーな。
こっちっぽいけどな。ここか。あ、ここっぽい。よいしょ。あれ。つかめ、頑張ってつかめ。よいしょ。あ、無理っぽい。あ、ここだ。ここか。なんか RTA 見てた弊害だよな。 RTA 見てたからここの道があると知らなかった。ここか。巫女を呼びますか。はい、なるほどね。あー、ついにここまで来たか。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。御意。あれ、ここもしかして、血の定めから、ここから先のシーン俺は知っているかもしれない。この城を出て出雲へ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。はっ。いや、懐かしいと思うてな。なるほど、もう今負け戦、負け戦中っていうことなんだな。負け戦だけど主だけはただ守るっていう社用っていうのは結局そういうことだったんだな。あれ、このシーンは、ここは、ここはあれだよな。ああ、これは俺は知ってる。アシナの敵ね。アシナ源一郎だっけ、ここちょっとここで練習するか。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。むずいぞ、でもこのゲーム。L1 と R1 か。源一郎殿。アシナ源一郎。私は。すまぬ。お任せを。だ、大事なのは方向キー、丸ボタン、L1、R1 だよな。大事にしてく。お任せを。巫女の忍びを。よし、よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。アシナ源一郎。おいおい、逃げて。おいしょ。切りかかれ。おい、あー嘘、今の危険って何？これ危険はジャンプしなきゃダメなんだっけ。あー、腕落ちた。え、危険っていうのがジャンプしなきゃダメなんだよな、確か。なんかむずいな。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。で、奪われた巫女を取り戻す旅みたいな感じだな。
義手ね。ここで義手がつくんだ。これで石腕の狼セキロ出てくると。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。おじいさんは忍び義手、仏師から譲り受けた忍びの義手。人のそれを模した義骨を軸にからくりが施されている。この義手には何かを仕込むことができそうだ。大小の傷が刻まれ、血や油がこびりついてはいるが、手入れは行き届いている。よいしょ。お前さん、名は何という？その目、差し爪、忍に敗れた狼といったところか。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃなら、お前さんはお前さんで好きにしな。優しい。自分のことを尋ねる。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうという。あ、お前さんを見ればっていうのはなんか特殊だもんな。この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手、そいつはただ失った腕を補うもんじゃ。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任務だと。そうか、このからくり。察しがいいな。任務を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。喋りすぎたな。行きな。巫女の血について。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ流因そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体がようなことになっておるのもそのせいかもしれぬな。ほう、ありがとうございます。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場に、これがそう、これがね、あの品津の半兵衛。ようなことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。ほう、行ってみましょう。あれ間違えた。帰り仏使っちゃった。なんかな、方向キーと十字スティックちょっと毎回間違えちゃうんだよな。供養集は死者たちの冥福のため。あ、へえ。アレデラの鬼物ここだよね。ここアレデラだもんね。あ、ここ外に出た感じか。右手にいるっつってたからここかな。痛い。見ぬ顔だな。そこもと名は、名乗られぬか。だが腕ある忍びとお見受けした。腕ある忍び、忍びの技ならば。腕ある忍びっていうなかなかあれだよ、ね、
そこもとよ。ぜひ、それがしと立ち会ってもらおう。おっと、おお、やり合いましょう。こいつは死なないはず。おいしょ。おい、え、嘘。おい、嘘。おい、おい、おお、おお、追撃。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何を。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、ちょっと練習ですか。幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるという。これは練習だな。修練、攻撃。力場参る。力場参る。忍びの攻撃は体幹を削り取るためにある。攻撃を重ねとるや敵が傷つ、敵を攻撃して崩し3回忍殺せよ。 OK、 攻撃して忍殺ね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、1回さらに参る。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。2回目。まあまあ基本ここは R1 を押せばどうにかなるということだよな。で終わりと。まだまだ。え、まあ普通はこれでいいと。ただ強い敵には防御っていう L1 の防御が必要になる。修練、もう一回行こう。弾き。力場参る。はい、お願いします。打ち込むあたりでは崩せないアイテムいる。敵の攻撃を弾けばその勢いを利用して体幹を削る。忍びの防御は同時に攻撃を兼ね備える。敵の攻撃を弾き3回忍殺せよ。 OK、 来い来い、こうやな。おいしょ、おいしょ。まだまだ。おい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 、なんか普通に弾き連打の方がいいんかな。あら、あー、方向はしっかり向けてなきゃダメなんだね。方向キーをサボってはいけないということやな。なるほどね。あー、さすがだな、そこもと。OK、じゃあ回避行ってみましょう。力場参る。はい、回避はまだやったことないんじゃないか。ステップを使えば敵の攻撃を回避。回避しても敵の体幹は崩れないが、ステップ後の攻撃は隙をつきやすいため HP を削ることに向いている。敵の攻撃を避けて攻撃し3回隣接。おー、こうやな、こう、こうやな。行きましょう。回避。おお、おお、どういうこと。もう一回。おい、おい、むずいね。まだまだ。おい、こうか。おい、おい、もう一回。こう、こういうことな。今の良かったんじゃない。今の良かったね。もう一回来てもらおう。あー、むずい。転がり回避。体勢を崩されてしまった時に寝てればきっと死ぬ。転がって起きれば隙を打ち取る。
あー、ボタンで適当にボタンを押せば転がり回避できるんだ。 OK。 おい、おいしょ。結構ギリギリの動きとかじゃなくてこういう動きね。おい、あ、結構でもモンハンの罰みたいな、モンハンの回避みたいに多分これフレームあるわ。もう一回行こう。あー、おい、あー、引けば老いるぞ、臆せば死ぬぞ、叫べ我が名は残月、残月。背後から一撃。回避はまだ、回避はまだ慣れないね。そこもとても修練だが、より真の戦いに即したもの。殺す気でかかろう。そこもとの修練としても、その方が好ましかろう。とりあえず練習っていうことか。なぜそこまで。半分は退屈しのぎ、もう半分はそうじゃな。そこもとの眉間のシワを優しい取ってやりたいのよ。さあ、良いからやるぞ。模擬戦が行えるようになりました。模擬戦やるか。模擬戦基礎。これやったらもう戦闘に行くわ。今までの修練を生かして戦いましょう。ほいほいほい。あー、今のは丸、今のは丸ね。あ、こうね。よいしょ。おい。オッケー。あ、今のは、なるほど。オッケーオッケー。もう一回。よいしょ。よいしょ。あー、今の丸。うわ、むず、このゲーム。あー、今の丸を速攻で押すのむずくないか。ちょっともう一回も見せん。次のやつ行こう。ああ、終わったか。終わっちゃったか。ありがとうございます。どこもとの技の試し。丸を速攻で押すのはちょっと難しそうな感じやな。よし、じゃあ行ってみますか。とりあえず、ひょうたんを、なんかこの神仏にお祈りすると回復できるんだよね。確か。よいしょ。鬼仏と対話。アシナの国に点在する鬼仏を解放し、対座することで各種機能を利用できます。使用後は OKOK。 おー、まあこれで休息すればポーションが回復すると。よし、じゃあ行きましょうか。戦乱の世へ。お、忍び騎士に仕込まれた鍵縄で道なき道、常人には行けぬ場所へ利用できる。 LT LT どれだ。あ、L2 か。うふふ。むずそう。ボタンがむずそうだな。よいしょ。これな。オッケーオッケー。で、ここ、鬼仏。ここがセーブポイントね。鬼仏見出し。仏渡りメニューが解禁されました。あ、これで移動できるよと。オッケー。外す。おお、おお、よいしょ。こういうことだな。で、どこ行くんだっけ。どこ行けばいいんだろう。よいしょ。あー、あっちだ。あっちにいた気がする。確かなんかがあっちにいた気がするんだけど、どうやって行くんだったかな。あれ、あ、なんかアイテムある。まあやっぱあれだよ、手裏剣者、からくり人具。あ、これがからくり人具か。忍び騎士の仕込み。人具はそのままで使えない。仏師に渡すことで忍び騎士に仕込むことができる。帰り仏を使うと素早く戻れる。ああ、アイテム大事だよってことやな。あれ、ここ、ここら辺散歩してていいんかな。危険攻撃、ガードできない。侍大将、ガワラダ・ナオモリ。ガードできない攻撃はある。強い、さっきお話です。木の人墓地が現れたのは攻撃を 見極めを落ちた処理。
突き攻撃は弾き、下段はジャンプ、つかみは距離を取るかステップ。うわー対戦よろしくお願いします。行きましょう。おいしょ、こいつ倒したら今日はやりたいね。おいしょ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 、うん、あー、このチャンスを逃さぬ。おらおらおら、おいしょ、弾け、おらおら、くそ、体幹がまずい。これで回復。オッケーオッケー。おいしょ、あ、ジャンプ、あ、あ、あ、むずい。おいしょおいしょおいしょ、ガワラダ強くね、これ勝てんの。もう一回挑戦したい。これ勝てんの？我が血と共に生きてくれ。あ、改正があるのか。そうか、もうすでに一度復活があるんだ。RB 改正する。起きた。竜院の巫女の力、改正の力を消費し自らを蘇らせる。改正の力は基本の一つは鬼物での休息で補充され、残りは敵を倒して集めることで得られる。改正は続けて使えるものではないが、敵を倒したり印刷すれば再び発動可能。うん、こういうことな。おいしょ、うん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 、ああ、よいしょおいしょおいしょおいしょ、ここで一発忍殺を決めてあと1回かってなると、なんかワンチャンいけるんじゃねえかなって気してきたわ。おいしょ、うん、おいしょおいしょおい、あー、なるほどね。え、これ体感ゲージむずない？これ体感下の自分の体感でしょ、こう自分の体幹を削らないようにし、相手の体幹をいっぱいにしたら忍びエクスキューションができる。死亡すると善意とスキル経験値は半分。あはは、結構重いあれだね。よいしょ、あいつ倒したいな、ぜひとも。ん、ここだ、ここよし、やり合おうじゃないの。戦おう、俺と。もう一度。おいしょ、おいしょ、おいしょ。おいしょ、え、嘘、今の。ああ、相手の方向いてないとダメなのか。おいしょ。おいしょ、おいしょ、おいしょ。ちょっと、この体幹がえぐいと。だからここでしっかりと体幹を回復させて、HP も回復。むずくね？いや、無理じゃない？だってこれ、相手の体感ゲージの減りより、俺の体感ゲージの回復の方が遅いけど。よいしょ。おいしょ、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 攻撃を、攻撃変調型。おいしょ、あー、どうなんだろう。よいしょ、ジャスガでしっかりと、相手の方向をしっかり向かなきゃダメなんだな。いや、でもなんか分かってきたな。いけそうな気がするな、こいつは。ちょっとマジで、弾きは刹那、刹那を狙い撃てと。了解。ちょっと待って、ひょうたん使っちゃった。よいしょ。これなんか、急激に裏から接近してさ、不意打ちとかできないのか。これで。どうこれ？ほいよ。おいおいおい、いいんか？ほい。OK。ここからスタートしよう。では。やり合おう、やり合おうじゃないの。おい、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おい、うん、おいしょ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 、ええー、
これうっかり裏行っちゃうけどな。もう一回。いやこれはおじゃチャンス。おい負けたくない、負けたくない、負けたくない、おい負けたく、負けたくない、一発。うん、すごい、もうちょっと HP 回復したい。傷薬氷炭くれ。くそ、手に汗握るなこれ。でもなんか次の次ぐらいでクリアできる気がするわ。次の次ぐらいで、名所あり、死亡喪失によりゼニとスキル経験値半分ぐらい、まれをそれに回復する。なるほど、なんかちょっとデメリットが、デメリットが なしですよと、今回はデメリットなしの大サービスですよっていうようなことがあるんだ。ありがとうございます。ちょっとさ、これなんか裏から回ってさ、あいつ初手で嫌がらせしようぜ。バレてねえべ多分。ほらこれでさ、ほら行くぞ。おーれー、あできた。やり合おうじゃないの。おい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 、くそ、まだまだ、おらおらおら、おいおいおいしょ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 おいおいおいしょおいしょおいしょおらちぎれた術の弾4つ温めて鬼物に備えると身体力が成長し HP と体感の最大値が上昇する。1個氷弾の種、薬水が湧き出す源となる種、エマに渡すことで氷弾傷口の使用回数上限が増やせる。おおほほほ、イエーイ、やっぱいけたな。なんか裏から回れんなって思ったんだよな、このこれが。あのさ、ダークソウルだっけ、ダークソウルとかでさ、なんかあの初手でなんかデーモンに対して空中攻撃を繰り出すのあったじゃん。なんかそれに、それから知見を得てさ、それから知見を得て、ちょっと試してみたんですけど正解だったようっすね。ここなんかない、こうやってここやな、盗みに行かなきゃダメだな。ちょっと待って、無理だこれ、無理。離脱、もう唾つけたくない、一度の死に唾はつけられない。逃げる、退避退避退避、忍びゆえの退避。ここで休息を図ろう。よいしょ、ここやな、よいしょ。よっ、おらおらおら、裏からの忍び、帰るか。ここでちょっと、オッケーオッケーオッケー。よし、身体力の成長メニュー開封をされました。数珠玉を4つ消費し身体力を成長させられますと。はい、という感じで、こんな感じでございました。僕の初めての赤狼。いやこれでもおもろいな。いやすげえ、なんか
最初できなかったけど、いけんのかと思ったけど、なんかそういう攻略手段もあるっていうのを知って、これはやりごたえありそうですね。これからもちょくちょくセギロやっていきたいと思いますので、もうもしかしたらライブとかでもやるかもしれない。もしよければよろしくお願いいたします。ということで本日のセギロでした。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。